奪っております。開幕そして2戦目と4つずつの三者打点です。開幕投手は球をセンター中心にちょっと加藤の方がローボールヒッターで、はい、レフトに行きますけどね、はい、三振。3戦目の4月の15日にこの今中が登板をいたしまして、鈴木さんですよ。そうだですね、そしてジャイアンツそのものも調子を少しずつ落としていったといいますかね、はい、もう今日は決戦だと話をしております。ツーアウトランナー一塁、打席に松井。まずインハイのこの松井の当たりは本物だと思いますけどね、はい、まあ数字しても始まったばっかりですからね。そうですね、それと当たったその左ピッチャーがほとんど抑えたきゃいけない、そこに緩い球が来る、それで凡打多いんですよね、はい、これなんですよ、はい、松井が打つとジャイアンツが勝つ、神話が生まれつつあります。こんなにまで意識しなくても普通に掘ればあのカーブで合わないと思うんですけどね。三振、松井のバット空を切りました。142キロのストレート、今中のラストボール、スローカーブの落合、外のまっすぐしたらほとんどファールなんですよ、この3連戦、はい、この時は見事に捉えました。第3号、総宮さん、前回も確かホームラン打った時にホームラン打ってその前の打席を打席に篠塚です。果たしこの後息が抜けませんジャイアンツ打線。この今中もスクローカーブがストライク入ってる間は大丈夫じゃないですかね、はい、打っている大久保、ちょっとは気持ち的にはあんなところ狙わなくてもコンパクトに振れば自然にボール上がっていく、飛んでいく、こういったことも言っておりました。三振、9個目、やっぱり振らなきゃしょうがないんですよね、はい、前の回まで109球を投じております。そうですね、やっぱり変化球に合わないですね、昨日、まあ、先ほども言いましたけど、これから松井の課題は変化球、スイングもシャープですし、はい、もう打球はやっぱり別格ですね、打球の速さは。だけはまっすぐ3つ続けて放ってますからね、はい、それだけ点数が空いてるっていうことなんですよ。三振、無然とした表情の松井、全部まっすぐでしたね。まあ今度は落合にもそれぐらいの気持ちで言ったらいいんじゃないですか。9回の表ツーアウトランナーなしで落合、初球から抑え込みましたね、このゲームは。最後落ちてますね、あ、これは抜きましたね、はい、まっすぐ打ち上げました。立浪